ダービーは、アメリカが州国コネチカット州、ニューヘイブン郡西部に位置する都市である。2010年の国勢調査では、人口1万2903人であり、ニューヘイブン郡にある7都市の中で最小である。市域陸地面積は5平方マイルであり、コネチカット州では、最小の自治体である。1910年頃のダービー1642年、ダービーの地は、 ポーガセットという名前でインディアン交易の基地として設立された。1675年にイングランドのダービーから現在の名前が取られた。ダービーの町は1775年5月13日に市として法人化された。19世紀、コルセットとフープのスカートが市内で作られていた。 漫画本を印刷する会社のチャールトンコミックスが1944年から1986年まで市内にあった。アメリカ合衆国国政調査局によれば市域全面積は5.4平方マイルであり、このうち陸地5.0平方マイル、水域は0.4平方マイルで、水域率は7.41%である。市内には広さ350エーカーの オズボーンデール州立公園がある。ノーガタック側によって市内は2分され、イーストダービーとダービーセンターと呼ばれている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ポーランドからの移民が市の人口に大きな足跡を残しており、現在の住人の18%はポーランド人の子孫であり、トはポーランド生まれを申告している。このために町には、 ポーランド系の店舗、レストラン、クラブがいくつかある。ローマカトリック境会線とミカエルのアークエンジェル、パリッシュはポーランド語と英語でミサを行っている。ダービー市の消防署はボランティア消防士が活動している。消防団が4つあり、市内に散りばめられた4カ所の駐屯所を拠点にしている。それぞれの消防団に1人の隊長と2人の副隊長がおり、 その上に3人の消防署所長補佐がいる。所長補佐は所長に報告し、所長は消防コミッショナーに報告する。ダービーの消防組織は1830年から1850年代初期まで存在したダービー消防車隊の組織に遡ることができる。これがダービーでは初の組織化された消防隊であり、ギルバート通りとハイズ通り、当時は ダービーランディングと呼ばれた地域に本部があった。この消防隊は古いグースネックの消防車を使っており、当時としては時代遅れだった。ポンプはハンドルを前後に動かして装置につけられたパイプとノズルから水を押し出していた。水は水源にホースを入れて取り込むのではなくバケツを使って消防車に組み入れる必要があった。1840年代初期。 消防隊はダービーアベニューを登り、セントミカエルの教会が現在建っている場所のほぼ、筋向かいに移転した。町の中心が東側から現在の中心街に移ったので、中隊への興味がなくなり、解体された。1837年、バーミンガムのビレッジに住む住民が、その資産を守るために、独自の消防隊設立を請願した。 1837年6月7日、州からの認証を得て、バーミンガム消防隊が設立された。この隊は、ホッチキス・ホーズ隊1号と呼ばれる、市内最古の消防組織になった。最初は、第3通りとミネルバ通りの地域にあり、その後の1840年にキャロライン通りの、コブルストーンヒル頂点に近い場所に移転した。その数年後には、キャロライン通りの、 第3通り向かいにある土地に移転された。1872年、タイは当初の隊員の一人であるルイス・ホッチキスの栄誉を称えて、ホッチキス・ホーズ隊1号と改名した。1920年代初期、古い木造の消防署が取り払われ、現在アートセンターとなっている建物が建てられた。1971年、現在のデイビッド・ハンフリーズ道路沿いの場所に移転した。 バーミンガムがダービーの町のボロだった1851年にストーム消防隊2号が組織され、1853年に正式に法人化された。最初はダービーグリーンの地域のエリザベス通り沿いにあり、1950年代からはオリバ通り沿いの消防署から運営している。ストーム消防隊はその立ち上げの時から消防士の正式舞踏会を 毎年開催し続けており、現在は毎年の感謝祭週末に開催している。1949年、ダービーで救急対応の必要性を認識し、ストーム消防隊救急部隊を設立し、今日も救急対応を続けている。ポーガセットフックラダー第4号は、1903年にホース隊として組織され、当初の名前はポーガセットホーズ第4号だった。 この隊はダービーを本拠にしていた、ボーガセット族インディアンにちなんで名付けられた。最初は、ホッチキスホーズ予備隊と呼ばれていたものを元にしており、町の東側でホース車を維持し、守っていた。1850年代に、旧ダービー消防車隊が解体されて、以来となる、町の東側での消防隊だった。最初の消防署は、現在の消防署が立っている。 ダービーアベニュー沿いにあった。1915年から1916年頃、モーター駆動のはしご車が導入され、現在の名前で呼ばれるようになった。1950年、ダービーのイーストエンドの住人がその地域を守るために、新しい消防隊を組織した。市とは独立して、組織を作り、イーストエンドホーズ隊3号と名付けた。最初は、 ストーム消防隊が使っていた古い消防車を使い、様々な場所を本拠にしていた。1955年、ダービー・ミルフォード道路沿いにある、現在の本部に移転した。建物は隊員が建てた。1975年までは、町から独立していたが、その後はダービー消防署の中に含まれ法人化された。ダービー消防車隊の他にも、過去に2つの消防隊が存在し、 その後解体された。1856年頃、ピクオート消防隊が組織され、短期間存在した。1861年、隊員の大半が南部の反乱を沈めるために南北戦争で戦うことに署名し、消防隊を解体した。戦後、隊員は社交クラブを編成したが、消防隊として活動することはなかった。もう一つ。 R.M. バセットフックアンドラダー隊と呼ばれるものがあった。1874年にバーミンガムのボロで組織され、工場シロイアル、M. バセットの栄誉を称えて名付けられた。最初はメインストリートを本部にし、その後は新築のスターリングオペラハウスを使った。オペラハウスの第4通り側を使っていたが、後にダービー警察署が使うことになった。 1915年から1916年にある種の議論があった時にオペラハウスを出た。その理由は現在ではわからなくなっている。この隊は解体されトラック隊の仕事がポーガセット隊に移管された。市は歴史的な問いを再生させた。ライオンの頭を突出口とする一世紀前からの五ヶ原市構造物であり、ダービーグリーンウェイの入り口となるディビジョン通り、 ゲートウェイプラザの一部になっている。この噴水は1906年にナショナルヒューメインアライアンスから市に寄付され、シーモアアベニューとアットウォーターアベニューの交差点に作られた。1906年6月1日に初めて通水された。最初の場所では交通に障害があったために数年後にファウンダーズ・コモンズに移された。その後壊れてしまい、噴水として使われなくなった。 ダービーグリーンウェイが建設された時、2006年6月22日に、噴水が新しい場所に移された。新しい水戦、新しいライオンの頭を備え、正式には2007年9月1日に、ダービーホールオブフェームプラザと共に除幕された。バレーインデペンデントセンティネルは、オンラインのみの非営利、ニュースサイトである。2009年6月より始まった。アンソニアに、 事務所があり、編集者がダービーに住んでいる。週刊誌のバレーガゼットコネチカットポストニューヘイブンレジスターも発行されている。ダービー高校1909年頃市内にはダービーシェルトン駅というメトロノース鉄道の駅がある。ハウテーはノーガタック川下流バレー工業遺産センターが入ることになる。ダービー歴史協会の工業化時代の後半な 収集品が展示されることになる。産業革命時代とバレエの活発な役割を紹介する手で触れることのできる教育プログラムが計画されている。ありがとうございます。